さあやっていきましょう。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりでもないのかもしれないけれども、久しぶりと言っていきましょう。いつ開く、誰が開くかもわからない。そしてまあ初めましての方は初めましてということでね、ニコニコの生放送風の入りをしちゃってる。今回やるのはですね、まあ、分からない NPB とかって入ってるから、これが何のゲームかわかる。そう、野球のゲーム、もっとプロ野球チームを作ろうでございます。いやー、知ってる人は知ってるはず、知らない人はほとんど聞いたこともないかもしれないけど、でもプロ野球チームを作ろうシリーズは知ってるよね。このプロ野球チームを作ろうシリーズの中でもドリームキャストで出された特に名作と個人的に名高いこのね、もっとプロ野球チームを作ろうの実況をねやらせていただきたい、ね、全部の球団の出てますね、ね。バッファローズとか言いますけどね、1999年とかに出てるから、まあもう時代が時代だっちゅうんだけど、まあね、そういう時代も感じていけたらいいんじゃないかなと、ね、いろんなね、まあちょっとね、シェンムーの実況とかね、バーチャルの実況とかちょっとやってみてね、あの YouTube に上げてみるとね、もう普通にあるんだよね、すでに先駆者が。しかしこのもっとプロ野球チームを作ろうに関してはあまりいない気がする、見たことない。ちゅうことでね、ちゅうことでまた言った、ということで、ね、このプロ野球チームを作り合っていこうと思います。これ今何やってるかっていうとですね、なんとこのプロ野球チームを作るは自分で作ったキャラクターが出すことができるっていう、作ったキャラをゲームに登場させることができるっていう、そういうね、まあ、チコクアザラシ入んないかも、チコアザでいいよね、チコアザで、チコアザ内野、内野手やね、こういう時もチコアザで言ってる気がする。チコアザ、ネームエントリー。はい、チコアザさんでいいです。名前、チコアザ。呼び名。なんだっけ、このモード。ああ、こう出るんだ、そうだ、思い出した。このスタンドからこの歓声が上がるんだ。どうでもええわ。形、こういう風にね、全部のパーツをもう今自分で言うところのね、あの、MMORPG ぐらいな、それぐらいの勢いで全部変えれる。なんで134種類も輪郭があるっちゅう。ね。もう、至れり尽くせりですね。アザラシっぽいキャラクター作ろう。急がないと。とりあえず、一回ぐらい試合するところまで入りたいぞ。もう、顔の輪郭とりあえず、134全部見てみるかい？うえーっと、こう。あ、そうだ、しかもストックできるんだった。ちょっとこれが良かった。あの、丸いのがあったでしょ。これでしょ。間抜けすぎるでしょ。まぬけすぎ、こうやってストックしながらね、130何個もあったらさすがに1回では見切れんでしょうという、そういうふうなね、あの親切なところもあります。自分のね、エディットした選手がね、スタンドを走り回るっていうのはなかなかね、なかなか感慨深いものがある。チャウッツ、これでいこう。この丸い感じでいこう。目もね、なんと256種類ありますからね。多すぎる。256個あるからね、正直こう、ダーッと見ていくだけでも、ダーッと流していくだけでもね、もう、楽しい。大体どの目が誰ぐらいは、もう分かってるぐらい。それぐらい、焼き付け、やり込んだからね。あ、そうでも、そんでもないか。そうでもないか。ちょっとアザラシっぽい感じにしたいんですが、アザラシっぽい感じ。アザラシってやっぱ黒目がちだよな。黒目がちだよな。黒目がちな目ってないか。黒目がちな。これじゃねえな。うん。焦げなじゃない。こんなじゃないな。怖いな、これ逆に。ホラーな感じがするな。そうではないな。そうではない。こんなだ。小さすぎるか、目が。こんなだ。あ、新しく合わねえな。残念ながら。あー、つきちゃう。こんなんだよな。違うか。これもいい。これか、これでいいんじゃないか。目でだいぶ決まっちゃうぞ、印象が。
これで行こうか。これで行こうか。焼き使いだな。焼き使いで行こう。焼きつくの、焼きつくっぽい目で行こう。一番でしょ、これ。確か。これ一番だ。一番で行こう。眉毛、眉毛51種類。アザラシに眉毛やねえだろ。ちっこいので行こう。ちっこいので。小さめの眉毛で行きましょう。もちろん女の子も作ることができたような気がする。あと女の子キャラクターもいたような気がするな。焼き付けられた時代を先取りしてる。そんな風な気もしますね。こんな眉は男らしくないよ。男じゃない。こんな眉は男じゃない。アザラシとはいえ、これぐらいの凛々しい眉は欲しいね。もう、少年足部みたいになってる。鼻つけばなぁ。アザラシ感のある、アザラシ感のある鼻ということで。黒く鼻できんのかな。鼻黒くしたい。これも正直わからんよね。この鼻の印象も結構、鼻の形によってさ、人間結構鼻の印象変わるんだけどな。人の印象な。まあこれ普通でいいや。普通でいいや、鼻は。耳もなんと形変えれる。これはあんま選べないけどね。でも、アザラシに耳はないです。必要ない。唇。唇もなんと50何種類から選べるからね。もう、これやってるだけで、これやってるだけで楽しいもん。これやってるだけで一日潰せるもんね。それ焼きつくの魅力。やっぱドリキャス版が一番いいわ。パワープロとかでもできないもんね。こういうの。選手のエディットはね。多少できたっけ？多少できてるやつもあったっけ？でもこんなびっちりはできんでしょ。ビシッとこう。これでいこう。は。はい、いらないっす。牙が欲しい、牙。牙。アザラシって牙だっけ？間抜けだよな、これ。間抜け感すごいよな。これなんでいいや。上だけでいい。後ろ髪。後ろ髪あんま選べないね。これはいい。必要ない。前髪。前髪も特に。必要ね。もみあげ。適当に。顎ひげアザラシみたいなのいなかったっけ。ひげアザラシ。口ひげっていうか、ピシッっていうひげ。ひげ欲しいよな。こう、ピピピッとこう。こういうひげが欲しいよな。ないんかな。なかったっけ。こうひげ。青ひげじゃねえ。青ひげはねえな、やっぱな。今見た？ちょっとちなみに、ほら、ここ、これこれ。ここもちょっとなってたんだね。変わってたんだね。知らなかった。まあいいや、そんな、あなたな。髪型ですね。髪型でいこう。髪型でキャラが変わる。これでいくか。キッズ受けしそうだな、これな。キッズ受けしそう。キッズ受け狙っていくか。せっかくな。これはちょっと、もうちょっと、じゃあもう、せっかくなんで面白くするか。せっかくなんで面白くするか。ちょびひげにしよう。もうアザラシのあの字もねえな。お土産これでいいです。前髪ら、後ろ髪ら、下の歯ら、上の歯ら、唇もちょっとベシャッと。やっぱ目がちょっと弱いな。強い目が欲しい、強い目が。なんなら強い目が欲しい。強い目が欲しい。これだ。小学生向きですか、この動画は。まあ一度いいでしょう。目の色も変えれる。ベヘン。あ、もう。こんなところで時間を食ってる場合じゃないよ。髪の色っつって、これもハゲ散らかっとるやんけ。いや、さすがにおかしいわ。さすがにおかしいわ。これは何ですかってことになるもの。口の中でいいや。唇がね、これの色をね、抑えめにするとね、割とそれっぽくなるよ。これぐらいだな。これぐらいだな。これだな。で、口の中はいい。眉も OK。OK。あ、まあ、ちょっと待って、まあ、あのね、
眉毛はもっとこの目ならね、眉毛はこうビッとこうビシッとこう、もっとビシッと言うなら眉毛なかったっけ、もっとビシッ、これでいいやこれでいいや、うん、こうなると耳がねえのおかしいな、やっぱ耳つけるか、こうなると耳がねえのおかしい、あんま新しくはどんどんなくなってるけど、普通の耳でいいでしょう。ち、なんだろうこの人は、何なんでしょうこの人は、特徴まだいろいろ変えれた、まだいろいろ変えれた、おっさんか、目地欲しいな、いいね、あでも額はいらない、額は必要ない、額は必要ない、目尻鼻の下に、もうじいさんが進む、顎もまあいいでしょう、ほっぺたにヒゲがなんかあったんだけど、これヒゲか、おかしいな、まあいいや、これでいい、鼻の下っていう、鼻の穴だな、鼻の穴、顎、目の下、 OK、 特徴ちょ、メガネするとなんか隠れるな、いろいろと、これ良くないか、加藤茶っぽくでいい、多分なんかいいや、ピアスなんかしません、ミットの色はまあいい、普通茶色、バットの色は木を使いましょう、普通の木、手袋はやっぱ赤手袋だね、男の手袋は赤い、よしできた、リリシー、何を作っておるんだ色は、俺はさあやっていきましょう、セーブする、実はね結構作ってたりする、過去にね、ほら色々ね、取ろうと思って失敗したのがあって、最初一回取ろうとして失敗して、あ、こんなのあるじゃんって懐かしいネタなんだけどね、それはもういいや、その時その撮るの失敗したやつはこのキャラ作るのをやんなかった、このインターネットにユーザー登録されてませんってこの出るんだけど、これはねインターネットにつなぐとね、インターネットで対戦できるんですけども、その時に使うデータがね、これで登録されてるやつだと、セーブロードの失敗をね許さないみたいな、なんだろうな、そのセーブとリロードを繰り返したら最強の選手ができると思うじゃない、でも焼き付けはそういうところさせないっていうね、後半のゲームなんでね、させないから、まあ、実力でキャラちゃんとしたらキャラを作ってくださいと、セーブリロードで、作られるキャラは本物じゃないっていうことになりますね、何を言ってるのかちょっと分かりにくい、伝わりにくいしゃべりをしておりますけども、遅刻の地の字が見つかりませんが、あたち吐き行く傾向、ここ見てください FDH の文字、福岡ダイエーホークス、ダイエーって書いてある、今やもうソフトバンクだけどね、この当時ソフトバンクはおそらくない、あと何が変わってるんだろうな、サンマ変わってるんだろうな、セリーグは基本的に変わってねえよな、やっぱオリックスあるけど、これでしょうね、日ハムが昔の日ハム、そしてバッファローズ、もう消滅してるバッファローズもあるね、ただ今回はね、広島カープで行こうかと思います。まあ、カープ優勝するでしょう。ね。まあ、ソフトバンクで行ってもいいけどね。カープで行きましょう。まあね、カープファン。球団名を変えられるんだ。変えてみる？変えよう。こういう変え方か。ならいいや。カープのままでいいや。カープで行きましょう。なんじゃ言うて、このアザラシ。広島出身なんでね。まあ、カープのことは嫌いじゃない。日ハムファンだけどね。ハムファンだけど、おハムだけどね。何気にの、ノートパソコンか、これ。この焼き付けというゲーム、知らない人も多いかと思いますが、このゲームのコンセプトはですね、プロ野球チームの球団を作るというのがね、コンセプトでございまして、今回ですね、こういうふうに球団社長からね、直々の命を受けて、3年に一度の10月に行われている野球の世界選手権で日本代表を率いて、金メダルに輝いてほしいと呼ばれた。3年に1回の世界選手権があって、それで金メダル、そして10年以内に日本一になれなかったらクビと、
ね、そして破産してはいけない。お金がなくなったらもうダメと。そして試合が成立しない人数になってもいけないと。人数が減りすぎてもダメだと。まあ、こういうふうな簡単なルールがあって、まあ、基本的にこれでゲームオーバーになることはほとんどない。大体10年以内に日本一になれないってこともまあないと思うけど、まあまあ、もしかしたらあるかもしれない。で、チーム再編のための予算を8億、それとは別に運用資金を8億、8億円ビャシッともらえるわけですね。この辺がこの、野球界の金の、こう、スケールのデカさを感じるよね。ただこの8億、あ、まず秘書選びか。秘書な。松尾かな、大阪府21歳、B 型。白井由美子、秋田県23歳、2月28日、A 型。稲葉桜、千葉県18歳、若い。AB 型だったっけ。小形綾、小川だった、小川綾、あんま聞かない名前だ、28歳、東京都、大型。与那覇美希、沖縄県24歳、AB 型。待て、稲葉桜、A 型が AB 型で見てみました。犬の散歩は趣味。リスタル・ミラー。アメリカ人26歳、6月6日、大型、アイキド。いかにもなんか、滝川クリステル的な感じだな。この子にしましょう。白井由美子。いや。髪染めてなかったら最高なんだけどな。正直、メガネっ子はまあ、嫌いじゃない。髪短い方が好きなんだから。まあいいでしょう。まあいいでしょう。なんか言おうとしたけど。引っ越すよ。俺の生まれ故郷にしましょう。中国地方、あったんだよ。最初に動画間違って、音ね、ちょっと大きすぎてね、間違って、撮り直しになって動画でね、一応もう分かっちってたんだけど、コーヌ郡があるんですね。コーヌ郡が、人口減少減少について、コーヌ郡なくなっちゃったけど、コーヌ郡があるんですね。コーヌ郡、上下町生まれなんだね。上下町、上下生まれなんでね。言っておこう。上下出身といえばね、西武の監督も務めたね、伊原春樹さんとかね、有名な人がいらっしゃいますけどね。いますね、この情けない人たち。どうしようか。抑えとか、先発抑えどっちがいい？いや。ちょっとやってみて分かったことが、サードがね、この当時の広島カープにサードがいねえ。ちょうど右口のサードをちょっと呼んで作っていきましょう。ピシャッ、バシャッ、ピシャッ。右の振り子打法。意味がわからんから。でも即戦力しかね、1年。うわぁ、そうだ、もう最初に言うの忘れてた。この動画ね、スタートしますけどもね。スタートしますけどもね。おすすめ。ルルルルルリン。このようなラインナップでいってほしいと出してきましたね。いやー、尾形と前田を入れると、見てみるか。山口、沢崎を入れないと。沢崎いるんじゃないかな。ああ、試験を入れるか。31だと。玉木欲しいけどな。29歳。玉木欲しいな。あ、入れられない。こう。長谷川欲しいな。ひろゆき欲しいけど。あれ？そんなに借りないか。西山が降ってねえか。西山高いって。西山高いって。瀬戸でいいよ。これでお金がちょっと必要です。あ、そう、動画のコンセプトを言ってなかった。1年で優勝しますね。10年以内で優勝しなければと言ったけどね、1年で優勝します。うん、これ言っとかないと。それぐらい余裕でしょう。もうやり尽くしてるからね。何を持ってねえけどな。球は148キロ。玉木欲しいよね。玉木いいよ。キャッチャー3人がいいや。ディアスいる。ディアス、福地いるか。ダンチだよな。福地よりはディアスでしょ。あ、でも福地も欲しい。いられない。新井さんがいますね。新井さんがまだ23歳。野村健次郎がいる。
年俸もらいすぎだろこいつ。当然ね、8億のお金で考えたらね、2億円とかすごい額だからね。この選手6人でもう回せなくなるからね。6人じゃねえ、2億円だから4人か、4人しかいない。金本欲しいぞ。金ないな。トータルで見れば前田より金本かな。トータルで見れば不動産にちょっと浮かせたので、待ちかわいらねえな。待ちかわいいけどな。よし、この作った金でフッチを呼ぼう。ファースト2人、セカンド2人、サード2人、ショートが1人しかいねえな。ゴミカスみたいな。この下の方に出てくる選手たち、480枚の選手も大体オリジナル選手ですね。それ以外は大体、近日に。というわけでね、選手の様子知っていきたいけどね、紹介していきたいけどね。山内いるでしょう。山内エースにしよう。沢崎はまあいいと思う。ピッチャーのやりくりだな。山崎慎太郎無理か。長谷川亮23だし若い。2600万円ある。次に木村克義、これも野党。ちょっと打力があるよねこれですよね。まあ野々垣、これでショートもしも東した時に使える。よし、こんなもんでいきましょう。戦力はこんな小さい感じですけども、変化球が少ないぐらいか。まあバランスでしょう。まあ1回の動画はね20分ぐらいで収めたいんで、この辺で一旦切りますか。パート1はこの辺にしましょう。どの契約しなかった選手がどうなったのかだけ見とくか。笹岡はスワローズ、これは結構いい選手だぞやっぱな。沢崎はバファローズ、山崎慎太郎はホークス、河野雅人はファイターズ、田中良樹は、よし来ていいんだな、ブルーウェイ、西山はベースターズ、特に脅威ではないな。野村健次郎がジャイアンツはやめてくれ。前田が阪神もちょっと怖いな。この辺はいいわ。ちょっと野村健次郎がジャイアンツが怖いな。ライバルとして出てきそうだ。ということでパート1はここまでにします。次回パート2でねお会いいたしましょう。ほら一旦ここでおさらばということでね、パート2でお会いしましょう。今言ったそれ同じこと。まあいいか。はい、パート2からまたねどんどんね、まあ一回一試合ぐらいお見せしたいのでね、パート2でやっと試合が見れると思います。それではまた。